天ヶ崎市立天ヶ崎高等学校は、兵庫県天ヶ崎市場の島町にある公立の高等学校。対象初期1913年に、町立の実家高等を女学校として創立し、天ヶ崎市内の高校では最も古い。略称は市に。1913年兵庫県川辺郡天ヶ崎町に、天ヶ崎町立実家高等を女学校として創立した。 太平洋戦争後の学生改革に伴い、新生の高校、天ヶ崎市立天ヶ崎高等学校に改編、全日制普通科を設置した。2000年から体育科を閉値している。卒業後の進度の状況は、2020年度の大学入試の場合、徳島大学4人をはじめ国公立大に、延べ30人が合格している。クラブ活動のバレー部は、男子が、 春高バレーに兵庫県代表として32回、2019年まで21年間連続で出場している名門。部活中に生徒への暴力や体罰が多発し、2019年のアンケートで全生徒950人のうち数十人が体罰を受けたと回答。生徒が意識を失うまで平手打ちしていたバレー部のコーチら教員6人が懲戒処分となった。 市教委によると、同じ学校で一度に6人の懲戒処分者が出るのは、極めて異例としている。なお、陸上部では、顧問教諭による部員生徒への同喝も一時取り沙汰された。電車授業の外国語の選択科目に、ハングル、中国語がある。また、姉妹校の南宗高等高校に、当校の生徒代表を、当校に、 南宗高校の生徒代表を訪問させる交流がある。吹奏楽部の顧問が沖縄県の伊良部島出身という縁で、甲子園に沖縄代表校が出場する際、遠方のため来場できない代表校の吹奏楽部に代わって応援団に加わり、ハイサイおじさんなどを演奏している。2021年に行われた第93回選抜高等学校野球大会では、 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、ブラスバンドの演奏が禁止されたため、出場校の吹奏楽部が事前に録音した音源を使用できることになったが、録音環境がなかったり吹奏楽部がない学校は、本校の吹奏楽部が演奏した音源を使用することができることとなった。文化部経済、学芸芸能スポーツバレーボールプロ野球サッカー。 その他スポーツ1991年3月19日、入学希望の障害者の生徒の合格を取り消し、訴訟となる2019年5月、バレー部のコーチによる暴力事件が発覚。28歳男性コーチは、生徒が意識を失うまで平手打ちしていた上、監督の51歳教諭も救急車を呼ばず報告もしなかった。公式野球部でも、 部長の39歳男性教諭が生徒の頭や胸を強く押すなど10件以上の体罰を加えていた。2020年2月、水泳部女性部員によるいじめ事件について、市教育委員会が調査を進めていることが公表。被害生徒は2017年夏頃から複数女子部員に仲間外れにされ悪口を言われ、11月から不登校となり、保護者から 重大事態に当たるので調べてほしいと申告したが、高校も、市教委も2年以上放置。生徒は2018年3月に退学したが、別の部員も2019年夏以降に被害を訴えて、不登校になっている。天が崎市教委が設置した第三者委員会は2021年3月17日に、いじめの存在があったと認定した上で、ミーティングで、 被害生徒が逆に責められたり謝罪させられるなどしたことが不登校につながったと指摘。また、市教委は2017年の件について当時の男性教頭らが被害生徒の転学願いを無断作成したことが判明したとして同年2月26日付で教頭ら二人を懲戒処分にありがとうございます。